これでよし。ありがとう。これ、一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。生きている？生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ？ママ、こんなメモ残してどこへ行ったんだろう。民生さんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。おじさん、おじさん、あれ見て、さくらだよ。ん？はるかの知り合いか？違うよ、福永さくら、女優さんだよ、有名な。じゃあ社長、来期のドラマの件、よろしくね。ああ、わかった、わかった。ほら、投資に任せとかんかい。綺麗な人だったね。ん？
ました。
なんで勝手に決めるの？冗談じゃないわよ。いえ、お父さんは君の人生のためを考えて。私は今のままで十分幸せなの。はるか、聞いてくれ。いや、おじさんも私を捨てるの？私、もう一人になりたくない。そうじゃない。俺といるとまたお前に怖い思いをさせる。怖くなんかない。いつもおじさんが守ってくれたから。どうしても私を置いていくって言うなら一人でも会いに行くよ。神室町までおじさんに会いに。あるか。さあ帰るよ。ちょっと待ってえな。ここまでしてわし空振りかいな。な、殺生な。わしの金の卵が、わしのダイヤの原石が。ごめんね社長さん。いや、それその笑顔、何でも許したくなるその笑顔が君の仏家で。バイバイ。ほな、さいなら。って、アホかいな。わしがたぶらかされてどないすんにゃ。わしゃ、まだまだ諦めまへんで。
桐生だ。伊達さんを誘拐しただと。そう興奮なさらずに話を聞いてください。お前何者だ。警視庁公安二課の倉橋です。公安二課の倉橋。まあ二十数年前までは倉橋という名前ではなく字四民と名乗ってましたがね。あんたも人号派の生き残りだったのか。ええ。合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会は関係ありません。ついに我々人号派が動く時が来たのです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんにお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと。誰なんだ。26年前に我々の人生を狂わしたガタガタですよ。当然あなたも来ていただけますよね。私はカムロ町の心臓部ミレニアムタワーか。夜明けまでにお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。わかった。必ず行く。ああそうそう、佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ。来ていただければ分かります。課長から連絡があって伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。奴が人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの。夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。今カムロ町に向かってる。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ最悪の事態や。しばらくの間近江連合の動きは府警で食い止める。ああ頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら薫は。そんなことは絶対に許さない。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。疲れてるんだね。はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。カオルさんは。私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。え？カオルさんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるからおじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう、はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。一
1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。どうした？尾行されていたの？そのまま突っ走れ！
ここって…ああ、セレナだ。急ぐわよ。時間がないわ。早く行くわよ。ハルカはここで待っていてくれ。うん。気をつけてね、おじさん。ああ。
Thank you.
そら！こっちが動きがない。ジェイル！そら！やや、や、そら！そら！
待って。
はい。ああ。いい生命見せてやるよ。観念しや。マジかよ。動くんやない。マジかよ。マジかよ。
お手柔らかに。ベッドお願いします。やりましたね。ベッドお願いします。惜しい。ベッドお願いします。
やりましたね。ベッドお願いします。惜しい。ベッドお願いします。強いですね。お手柔らかに。ベッドお願いします。ついてますね。ベッドお願いします。惜しい。ベッドお願いします。惜しい。ベッドお願いします。お強いですね。
はい。どうも。はい。どうも。
はい。 ようこそ、キリュウさん。
あんたが倉橋。よせ！爆弾が仕掛けられている。その通り。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからです。この体に人工派の血が流れているから。もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？倉橋、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずーっとマークしてたんだ。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説など聞きたくはない。それ以上近寄ったらこのビルごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ、それが人工派の掟だ。何が鉄の掟だ。村屋を覚えてんだろ。韓国名はパクフェジョンだ。奴はな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗、殺人、放火、自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えるや人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？そんなことは俺が許さねえ。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末すりゃ全てが終わるんだ。やめろ。お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになるんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかね。待って、娘って誰のこと？まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。え？あなたが私の父親なの？違う、こっちへ来んな。我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついてあんたが生まれたんだ。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るなら。河原さん。河原、俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日のこの復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのも知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前は人言派の掟に背くのか。私にはそんな掟は関係ないわ。うん、それなら父親と一緒にあの世に送ってやる。もうこの街を人言派の好きなようにはさせねえ。お前も憎き同時番組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間のおやっさんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ！
べ死んでもらうぞ。助けてくれてありがとう。
初めてだな。父親らしいことできたの。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言を守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。かかよじま、いやいのみよしそうそう。やめろ。行けよ、이대로죽게해줘。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっくりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い、彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへ行けない。たかが一年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。だが俺が赴任してる間にスヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれた人言派の構成員だ。それから俺は日本にいる人言派を一人残らず始末しようと動いて。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員人言派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね。そうや。それでスヨンは人言派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかった。けど時々ママに電話をくれたでしょ。ああ。だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんで、つい。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。
のよ、これで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時、お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言え。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れてる血は人言派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん、お父さんの血もね。懐かしいな、お前の手を握るの。俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったの。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん。